こんにちは。こんにちは。はい、本日のゲストは株式会社スマイズ代表取締役の有村康弘さんです。こんにちは。どうも、お願いします。で、本日は私すごく会いたかった奥様のヒョンさんも一緒に来ていただけたということで、すいません、同伴で。いえ、同伴でね。大丈夫です、奥さんなんだから。そっか、そうそうそう、リアル奥さんです。リアル奥さんです。リアルじゃないのがいるみたいで、奥さんって言わないとなんかこういう感じなんで、なるほどね、なんかどっかの姉ちゃんじゃないかって疑われることがよくあって。なるほど、結構年の差なんですか。いや、全然2歳しか離れてないんですけど、やっぱりこう言われる前に言っとかないと、まあ、誤解受けるんですよね。ですよね。変な気の使われ方をして、なんかお店に2人で行ってもあれっていう、なんかちょっと個室に、怪しいんじゃないっていう、個室に行ってなんか、はい、変な気の使われ方をして、ちょっともう自分で言おうと思って。なるほど。リアル嫁です。でも YouTube にも一緒に出られてるから、徐々にこう、はい、認知度が上がってくると思いますが、まずはまあ本業の方でもいいですし、簡単に有村社長の自己紹介いただけると幸いです。自己紹介でございますか。はい、はい、私スマイズの有村と申しまして、はい、住宅会社ですね、うん、木造住宅戸建ての方をメインでさせていただいております。はい。で、まあ基本的にはですね、木造住宅、家を建てる仕事をやってるんですけども、まあ、それ以外のことを、まあ、いろいろやってるので、うん、今日はこの場にいるんじゃないかと思っていますけど、はい、いかがでしょうか。そうです、ありがとうございます。で、スマイズの時に大変私お世話になったんですね。ああ、もういろいろ、こちらこそ本当にお世話になりました。私が前職で土木の会社をしてて、で、もうハウスメーカーさんといえば我々からしたらお客さんということで、家を建てる前の基礎工事かを入らせていただいて、いっぱい仕事をいただきました。いやいやいや、助かりました。その時ヒョンさんにも多分忘年会に呼ばれた時に一回お会いはしたことはあると思います、うん、でもすごいなんかアットホームだけどたくさんいらっしゃって、はい、だったんですけど、どうですか今住宅業界、私もだいぶ離れてるんですけど、今景気としてはいいんですか。まあいいか悪いかで言ったら良くはないですね。良くない。やっぱりそうですね、材料費が高騰したりですとか、はい、円安の影響もあったりとか、あと物が届かないとかですね、うん、あ、なんか聞いたことない、鉄骨か何かネジが足りないだとかな、そういうのにもありましたよね。ありました、ありました。そうか。だからなかなか景気は、まあ、なかなかですね、うん、じゃあまあ飲食とかそういったのだけじゃないんですね、やっぱり住宅にも。でもこのコロナで結構変わったこととかありますか、その業界的に。業界的に変わったのはやっぱりこうなるべく接触を避けるっていうのもあって、うん、こうオンラインでね、打ち合わせをしたりっていうのが激増しました ね。オンラインで、でもオンラインで家は建てられないから、まあ、ミーティングのところとかが入ってきたかなっていう感じですかね。そうですね。でもやっていく中で、お客様によっては、うん、オンラインで地鎮祭したりとか。オンラインで地鎮祭するんですか。それでか、お客様オンラインで参加する。あ、なるほど、ね、でオンライン上等式ってのを前しまして、お客様は家にいながら、うん、我々が代わりにこういろいろやるみたいな。あ、なるほど。まあ確かに地震災だったらそれでもいいかもですね。そうなんですよ。でたまに県外からこうこっちに家が建って帰ってくるからってことで県外にいらっしゃるとか。そうです、そうです。そういうのもわざわざ地震災のために来なくてもいいですもんね。で県外にいらっしゃる方だと、まあ他にも県外にいらっしゃるご親戚の方とかが同時に参加できるっていうですね、うん、こういうメリットがあって、逆にいいかもですね。逆にいいんですよね。で基本地震災の時なんかは、まあ、Zoom でするんですけど、うん、そのどういう場面なのかっていうのをこう説明しながらできるので、うん、多分聞かれてる側としてもかなり面白いんじゃないかな。なるほど。オンライン胸上げとか。まあ、オンライン胸上げ、そうですね、胸上げみたいなのも、まあまあ、まあでもそういう雰囲気は感じられると思いますんでね。なるほどですね。これは大きな変化じゃないですかね。まあ、スマイズさんは、まあ、ハウスメーカーとしてもすごくおしゃれなのを作られてて有名なんですけど、まあ、その企業の在り方として社長が安弘社長だけじゃない。ああ、そうなんですよね。はい。なんか嫌そうな顔いました。いやいやいや。双子でございましてね。そうなんですよね。双子の兄がいるっていう。はい。竹広社長。そうなんですね。お元気ですか。いやもうガンガンですよ。肉焼いてます。あ、肉焼いてますね。だおかしいんですよね。家作ってるはずなのに、片や肉焼いてて、
片や飲食レポートしてたりとか、はい、韓国ドラマレポートしてたりとか、はい、そうですね、面白い社長だなと思って、何代目になられるんですか？私で 11.5 代目になりますね。 11.5 代目、はい、なるほど。またなんかぶっ飛んだあれですね。ちょっとぶっ飛んでるかもしれないですね。あ、ということは竹広社長は11代目ですね。あ、竹広社長は11代目で、はい、12というには俺跡継ぎじゃないよという意味合いも込めて 11.5 と、まあ、でやっぱり兄で11代で、うん、私弟っていう立場なので、うん、まあ、一応5分差ですけどね、5分差5分差なんで 11.5 代目ですけど、だこれで2人ともこう、ね、はい、11代目とか名乗ると、うん、じゃあどっちなんだと、11代目だと、うん、でじゃあ12代目ってなるとややこしくなるんで、うん、ちょうどいいところで、あ、ちょっとこれ 11.5 ぐらいいくとバランス的にいいんじゃないかなっていうのがあって。なるほどね、アイデアマンですね。いやいやいや、もう必死です。なるほど。でも旗目から見るとお二人すごく仲いいんですけど、それは旗目から見てるからですか？本当に仲いいですか？だから兄弟と双子って多分全然違うんですよね。あ、そうなんだ。だってお腹の中から一緒にいるわけじゃないですか。そうですよね。でも相手が何考えてるかよく分かんないんですよね。あ、それ分かんないんですか？でも相手が何を食べたいか分かるんです。へえ、不思議。例えば一緒にまあランチ食べに行くとしたら、はいはい、お互いに何を頼むかっていうのがほぼ分かります。あ、そうなんですね。はい。でも兄弟ってなってこの年齢になると、もう一緒に飯食いに行くのも嫌ですけどね。ああ、そうなんですか。いや、でもよく考えてくださいね。例えばランチ行きますよね、はいはい、でメニューいっぱいあるじゃないですか。一つだけ選べって結構酷なことじゃないですか。はい。で二人で行ったら別々の食べてシェアできるじゃないですか。シェアするんですか？やっぱ双子違いますね。だってどっちも食べたいじゃないですか。なるほどね。そこに兄弟とか双子とかって頭にないわけですよね。なるほど。あくまでどっちとも食べたいがゆえの必要要因ですよ、そこは。やっぱり仲いいんだ。あ、そうなるんですか。やっぱりはためと同じで仲いいんですよ。これって双子って仲いいよなとは思ってたんですけど、双子って仲いいんですね、結論。自分たちで仲がいいとかって自覚はないんですけど、そうですね、やっぱりね、同じ食べ物を食べるんだったらっていうところの根底は一緒ですね。なるほど。うん、だからこの体なんですよ。あ、そうか。はい、ちょっと豊満な体になってしまって。お二人ともまあ豊満ですよね。だいぶですね、うん、だいぶいってますね。なるほど。で、スマイズさんっていうのは、はい、11.5 代目ってめちゃくちゃ社歴長くないですか？まあ、正確には、まあ、あの法人化したのは、うん、9代目から、それまでは個人商店としてやってきたので、だから9代目おじいちゃんの時に、戦後、うん、あの第二次世界大戦が終わって、うん、材木屋を始めたのが最初の会社としてはですね、うん、有村ウッドワーク、まあ、昔の名前有村木材って言うんですけど、うんうん、でそこがまあ法人として始まりなので、うん、で父の代でスマイズを建て、まあ、作って、うん、で兄が引き継いで私も引き継いだみたいな感じの。なるほどですね。そういう流れですね。で、有村社長は、はい、最初からもう学校卒業して継がれた、はい、いや前職とか。前職は IT 企業になりまして。 IT 企業、まあ、兄も IT 企業なんですけど。あ、そうなんですか。もともと継がなくていいっていうふうに教育を受けてきたので、はあ、まあ、それを真に受けて、あ、継がなくていいんだと。ちょっと待ってください、はい、兄弟は、はい、あとは妹と弟がいますね。あ、いるんですね、はい、4人兄弟で、双子、はい、上ですね、トップの一番上で、はい、なるほど。そして IT 企業にお互い同じところに勤めたと。あ、もう別です、別々、完全に別なの、はい、この有村社長、安弘社長の歴史を語ってたらそのうち出てきますからね。あ、お役目が、あれですよね、あの、はい、要は双子で、はい、高校卒業して韓国の大学に行って、え、2人でそう留学したんですよね。そんな早く韓国って出てくるんですか？あ、双子割引があったんで、やっぱり。なるほどね、留学先の。ああ、面白い。まあ兄弟割引なんかもあったんで、はいはいはい、まあ、日本よりはるかに安かったんですよね、はいはいはい、全然。で韓国行って出会ったのがこの方で。ちょっと待って、学生の時っておっしゃいましたよね。そうですね。ってことはもうだいぶ長いんですね。あ、だからもうお付き合いしてからはもうかなりね、15、6年とかじゃないですか。へえ。そしてその時からお付き合い始めて遠距離ですね。そうですね。あ、違う、心は近距離。そこは心は近距離ね。それ使おう。私もですね、あの国際結婚なんです。あれ、
うん、私奥さんは香港人で。は？そうなの。初耳。なんで隠してたんですか？隠してない。なんか嫌じゃないですか。あの奥さん見るのに。あ、ちょっと待って。あ、知ってました。知ってました。ごめんなさい。忘れてました。ごめん、本当にごめんなさい。モマンタイ。そう、素晴らしい。やっぱ国際的だ。いやいやいや。そうなんです。まあ私の話はいいんですけど、はい、あの韓国で出会われて、で、留学って言っても、そうやって長期留学だったんですね。そうですね。最初の1年間は韓国語だけ勉強する学校に行って、うん、その後大学の試験を聞こう、うん、まあ外国人枠の試験を受けて、向こうで大学行こうとして、そうですね。行ってで入学できたみたいな、で4年間行ってみたいな。へえ、あ、そうなんですか。そうなんです。韓国語ペラペラ。まあ、ベロベロです。ベロベロね、まあ、マッコリでね。マッコリで、マッコリで、マッコリの焼酎でベロベロ。なるほど。あ、それは知らなかったですね。で、向こう大学卒業されて、で東京の IT 企業入って、IT 企業入って、いやもう悠々自適な、遠距離が始まって、うん、で彼女の方が年下で、うん、後から卒業して、卒業したと同時に日本に連れてきて結婚式を入れるみたいな。なるほどね。はい。じゃあまあ。2年差だったら2年間ぐらいがその遠距離心近距離の時代だったと。ああ、1年ぐらいだから、まあ、私はね、あの、まあ、彼女は高校卒業して大学4年ですけど、私は高校卒業して1年韓国語だけの学校に行ったりしているので、そうちょっとず、うん、ズレが若干あったりとか。なるほど、面白いですね。いやでも本当にね、羨ましいのが、まあ、今日お呼びしたのは多分スマイズ以外のところがあるからと、こういうお話はもうまさにその通りで、YouTuber として尊敬してるんです。尊敬なんでかっていうと、奥様と出てるじゃないですか、はい、私もそれがしたくてしたくて仕方ないんですけど、私のチャンネル一番嫌いなのはうちの妻なんです。なんでですか。なんでかな、頑張ってるでしょって思うんですけどね。まあでも奥様とこうやって YouTube をされて美味しいもの食べてとか、なんかいいなと思って。へえ、楽しいんじゃないですか。いやもうせっかくなのでせっかくなので、どういうふうな始まりだったんですか、その YouTube の話ですか。 YouTube ですか、うん、なんか最初ひょんちゃんも一緒に出ようかって言われて、うん、え、私出ていいのみたいな。でやよとかってないんですか。最初はちょっと恥ずかしいって思ったんですけど、うん、まああの恥ずかしいよりそこはあの自意識過剰だからね、うん、誰もそんな気にしないよみたいな感じで言われて、うん、あ、確かにと思って、あ、待ってた方がこれからのために子供たちにも見せられるし、うん、いいなと思いました。え、奥様はスマイズで働かれてるとか。そうですね、一緒に働いて、うん、で YouTube を別でやって、うん、今その YouTube の宣伝をすると、 YouTube になると安弘社長じゃなくてお名前何でしたっけ。天狗チャンネルって言われますね。天狗チャンネル、なんで天狗なんですか。 11.5 代目なので、はい、省略して天狗なんですね。なるほどね。 11.5 っていうので、ね、長いじゃないですか。長いですね。で私実名でやっちゃうと、はい、いやそれこそね、なんだこいつだってなっちゃうので、同じなんだこいつだって言われるんだったら、じゃそっち行こうみたいな。面白い。そういうことなんですね。どういった番組で、どういった思いを持って始めた番組ですか。そうですね、やっぱりコロナになって、まあ、基本飲食店が大好きすぎて、うん、まあ、基本鹿児島に帰ってきてから、うん、ずっとブログを続けてて、うん、で、基本飲食店の紹介ブログになってしまい、で飲食店の方とも交流していってるんですね、うん、でコロナになってからやっぱり集客が大変だとか、うん、まあ、正直閉めたお店もありますし、あ、大好きな飲食店さんが困ってるっていうので、うん、何かお力になれないかなと思って始めたのが、うん、この天狗チャンネルです。なので基本霧島市、愛良市メインで飲食店を紹介する、うん、はい、紹介というか飲食店の人と絡む、ただ料理が美味しいだけじゃなくて料理にまつわるその周りの人背景なんかもお伝えできればなっていうのもあってやってますね。面白いですよね、あの番組。いやもう自己満足ですけどね、完全に。あれはなんか貸し切りみたいにして撮ってまるように見えるんですけど、あ、そういうお店もありますし、まあ、すごいご協力いただいたりとか、まあ、出たいって言われたりもしますし、まあ何ですかね、やっぱり、まあ、私あの、他の、まあ、番組とかで食レポとかすることもあるんですけど、うん、
やっぱりテレビ番組とかテレビ番組ありますけど、やっぱりお店の方々って、まあ、出したいものがあったりしても、うん、やっぱりなかなか、全部が全部使われるわけじゃないので、うん、YouTube だと全部ね使えちゃうので、うん、そういうところでメリットを感じていただいてるかなっていう。なるほどですね。はい。なんかその食レポ番組ってすごく再生数もなんか回ってる風に他人の芝生が青く見えていいなと思ってやりたいと思ってるんですけど、はいはい、もう難しそう。なんでですか？だってそこを食べて、あ、はい、実際この、 収録の前は芝里美さんと一緒にやってる食レポみたいな番組をはい、チャレンジしてて、でも、ね、美味しいしか言えなくて、へー、でこう撮る前は、はい、有村屋さんの突き上げ、あ、有村だけに、有村だけに、なるほどね、それはたまたまでしたけどね、なるほどね、ぜひ食べられてください。あ、じゃあ食レポした方がいいですね、わかりました。そうだそうだ、そういうことなんですね。教えてください。はい、いやいや、教えてください。美味しいしか言えなくてですね。あ、だから基本食レポってまず見た目からいくんですよね。美味しい美味しくないだけじゃなくて、見てる人に味は伝わらないんですよ。でも形とか香りとかそういうのは伝わるので、それを代わりにお伝えしないといけないかなっていうのがあって、だ見た目からですよね。でもまあ、そこで、ね、さつま揚げ半分にこう切ってるんですかね。うん、でこう断面を見ると、なんかこう中に入ってるわけですよ、これ。はあ、これって、なんかさつまいもかなんかですかね。これ、トウモロコシ。トウモロコシ、トウモロコシ入ってるんですか。トウモロコシとか。あ、この、じゃちょっとゴツゴツしてるのはトウモロコシ。うん、トウモロコシか芋か、ちゃんと聞いてなかったな、俺。いや、いっぱいいろんなのがあって、それ柴さんにも言われたら、もうカットね、カットねって。そうですよね。うん、あ、そういうの入ってる。じゃあ、まあ、普通のさつまいもじゃなくて、いろいろ入ってるやつですよね。そうです、そうです。で、この香りが、あ、でもほら、香り、わかりますかね。こう切ると断面が出てくるので、より香りが、さつまい揚げのね、香りがするので、あ、うん、はあ、さつま揚げって感じしますよね。はい、でも、その中で、こう、食べ方としてもこう、なるべくこう食べるんじゃなくて、ちょっとカメラから15度ぐらい振って、こう。うん、二度見、うん、何が入ってるのかなっていう。あ、これは多分芋かなんかですね。芋ですね。芋だ、芋、芋が入ってるから、普通のさつまいもよりもちょっと甘め、うん、うん、甘みがするし、食感が全然違うんですよね。これは、まあ、さつまい揚げって結構ね、こんな味だろうと、うん、でも飽きてる方もいらっしゃるかもしれない、うん、でもこういったアクセントがつくことで、あれってこれこうやってもっといけるんじゃねみたいな、そういうなんか伸びしろがあるさつま揚げですね。なるほど、伸びしろがあるさつま揚げ、うん、すごいな。ちょっと上から言ってますけど、でも本当に、いや、もう練り物としか分かんない、伸びしろがあるわけですね。そうなんです、伸びるやつですからね。伸びるやつなんだ、うん、でも本当に、あ、食べ進めるとやっぱさつまいももっと入ってるんで、なるほど、なんかね、でもさつまいもだからこそ甘すぎない、ほのかな甘みがあるので、食感もね楽しめて、これ焼酎とかのあてにね最高じゃないと思うんですけど ね、すごいって感じですか。すごい、なんか無茶振りしたつもりだったのに完璧ですね。さすがプロですね。いや、豚です。あ、すいません、すいません、危なかった。まあ、その回収もなんか自分の中でねあるんですね、いつもね。まあ、そうですね。いや、今思いつきましたよと、はい。いや、もうプロだな。プロっていうか、これ IT 会社で学べることじゃないですよね。全く。当然住まいでも学べないし。学べないですね。学んでないです。それは、ま、IT 会社からもすぐ住まいですか。はい。そういうメディア系にいただとか。全然いないです。だって例えば好きなことって何ですか。サッカー。サッカーのことを語ると何も考えなくても喋れません。確かに、うん、一緒です。何でも何かあった時にサッカーに例えちゃったりします。そうですよね、うん、マンツーマンディフェンスとか言っちゃうわけじゃないですか。そう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 、でオフサイドとか、うん、一緒ですよ。食べ物好きすぎるから、好きすぎるから、うん、そうなんです。好きなこと話せるんですよ。じゃあ私がその再生数回りそうだから食レポしたい、それが一番ダメですね。いや、それは逆にサッカーのことを突き詰めたらいいんじゃないですか。そうか、サッカーチャンネルを作ればいいと。例えばユナイテッド FC の選手のことを一人一人取り上げて、うん、もう徹底的にその解説しますみたいな。なるほど、ね、この試合のこの動きでのみたいな。なるほどね。そっちの方がいいんじゃないですか。ということはもう好きすぎて始めたと。このチャンネルのなんか目標とか、はい、行き着き先っていうのは
なんか計画して始めましたっていうの。計画ですね、何も考えてなくて、まあ、霧島盛り上げたいってことは聞きましたけど、そうですね、やっぱりあのチャンネルを見て、うん、そのお店に行っていただく方が増えればなっていうのがもうそれが一番で、やっぱそういうお声をいただくともうめちゃくちゃ嬉しいっていう、うん、そういうのをやっぱインスタとか DM でいただいたりとか実際会った方に言われたりすると、いやこれはなんかたまんねえなっていう、うん、なるほど、最高ですね、これはやりがいですよ本当。まあ、という安弘社長、はい、素晴らしいなと思うんですけど、奥さんから見て、はい、いかがですかって言うと、もうあんまりにも震える震える、うん、震えますよね。どうぞどうぞ、これシエルちゃんのフルーツティー。あ、すっげえこれ、おこれ少しすごい、すっごいおいしい、これすごいんですよ。いや、この自然の甘みがすごいなと思った。ありえないですよね、このいや、甘みと旨みバランスがこれこれ、おい純粋に美味しいですね、これね。そうなんです。なんかこういうのってちょっと苦い感じがしたりとか、うんうん、で口の中に残ってね、酸っぱいとかザラザラ残ったりしがちなんですけど、残らない。クシキノのフルーツをふんだんに、ね、うん、わあ、これ面白いですね。これいいんですよ、今これめっちゃいいじゃないですか、これ。これ今、ちょうどシンガポール無地で売ってて、でその催事が終わって、なんか今海外でも結構売る。あ、これはぜひぜひね、なんかこれケーキとかと合わせてもいいでしょうしね。そう、全然引き立つ。この中身をドライフルーツをうちでもケーキにさせてもらったりとか、もうバッチリです、美味しいんです。これ罪悪感ないですよ。罪悪感ないですね。太らない。そう、太らない、太れないすいません痩せる気はない。いやいや、太る気もないです、うん、太る気もないどうですか、まあ、あの奥さんは韓国の男性と比べてなんて、はい、そんなことはできないと思うんですけど、はい、いや、比べられます、比べられますられますよ。怖っ。どうですか。怖っ。なんか韓国人の男性ってすごいなんか優しいんですよ。優しくて、うん、優しい、すごい言葉遣いも丁寧だったり、うん、すごい優しい言葉かけられるんですけど、うん、まあ、安弘さん、うん、うちの主人は、ま、もちろん優しいんですけど、うん、その優しさの質がちょっと違う気がします。ほう、優しさの質が違う。はい、はい、なんか韓国人はもっとなんかこう見せる優しさ、うんうん、もう私がこのバッグ持ってあげるよとか、なるほどね、なんかこういう誕生日プレゼントはこんな素晴らしいものあげるよみたいな、うん、そういう優しさなんですけど、うん、なんか主人はすごいさりげない優しさ、うん、例えばもう私がちょっと疲れそうに見えたら車にちょっとコーヒーをポツンって置いてくれたり、何も言わずに。いや、優しい、はい、そういう優しさがありますかね。なるほど。なんかこう何かしてあげるとかあんまり言わないんですけど、うん、でもなんとなくすごい思ってくれてるなというのは感じます。カバン持ったりはしないですね。絶対それはしないです、ね、しない。絶対はね、たまにしますよ。たまにす、重そうなんだ。いや、たまに私に持たせてくれます持たせてくれます、ね、ちょっと持ってきてそうなんですね。安弘社長本当に優しくて、あの今日もまさか奥様と来られるなんてと思って、結構一緒にいる時間長い。うちらですか。うん、長いって言えば長いんですけど、でも距離感がなんかずっとベタベタではなくって、うん、まあ、お互いちょっとその好きなことをするときはお互いにあんまり干渉しないし、うーん、私も国際結婚だからすごくね興味があるんです。どういうふうにこう文化の差を乗り越えているのかっていうのを。文化の差、だって日本人の男性のいいところじゃないと思います今の。これってもう安弘社長のいいところです。あ、そういうことね。だって日本人の男性がそういうふうに疲れてるからコーヒーでってそういうしないじゃないですか。日本の男性多分優しくないと思います。海外の、まあまあまあ、そうですね、人と比べて、男性と比べて表現、うん、まあこう比べたらあれなんですけど、なんか韓国人って結構すごい表現するんですよ、うん、大好きだよ、愛してるよ、可愛いよとか。欧米的ですよね。はい、なんですけど日本の方ってあんまりそういうのを言ったらいけないんじゃないかぐらいあんまり言わないので、うんうん、そこがちょっと最初はびっくりしました。ああ、もう
なんで表現してくれないのと周りの目気にするのと、そうなんですよ、言わないとわからないよという私は認識だったんですよ。だから教育しました、言ってください、言ってください。今もでもそんな感じですか。今は私がもういいよっていうぐらいもうずっと言ってるから、あ、分かった分かったみたいな感じになってるんですけど。大事、一緒。私も香港でずっとこう付き合って、うん、で結婚までしてだったんですけど、もう向こうも欧米的な愛情表現だから、その鹿児島に連れて帰ってきて、一緒に来ても網広場の前でもちょっと手つないだり、チュッチュしたりで、ちょっと周りの人から見られたら恥ずかしいなっていうこともしてたんですけど、今もう鹿児島が長くなったら奥さんがいやもういいっていう感じ。あー、そのへえ、うん、面白い。そうなるんだ。そうそうそう、まあだからね、このな、この社会の中で欧米的な表現する続けるのもちょっときついっていうわけではない。まあでも私はなんか先ほど言った通りに、なんか言わないとわからないなっていう、うん、まあ、親子でもわからないし、うん、しかも夫婦って他人じゃないですか、もともと。なので、まあ言った方がお互いになんかこう安心するし、うん、関係性も良くなるのかなとは思って、うん、自分も、まあ、人がいるところでは言わないんですけど、うんうん、家ではもう大好きよというのはずっと毎日言ってる気がします。大事ですよね。大事。言われないと分かんない。そうなんです。本当かなって。っていつも言います。本当かなっていつも言うから。はいはいって。国際結婚いいですよね。そういうとこはもう本当に。そう。思います。思います。文化は違って、喧嘩することもある、あるけど。うん、あります、あります。ある。例えば。いや、例えば私がこうストレートで言うので、はい、たまに傷つくみたいですよね。なんでそこまでストレートで言うのみたいな。でも、ね、まあそれを伝えてあと残るんじゃなくて、本当に今の気持ちをちゃんと伝えて、うん、お互いに話し合いたいから言ってるんだって言ったら、まあ、最初はもうなんか分からないふりをしててもう聞こえないみたいな感じだったんですけど、まあ、今も若干そんな感じですよね。いやいやいや、私韓国語でそういう時伝えるんですよ、やっぱり日本語だ。あ、怒った時は韓国語。そうなんですよ。なるほどね。うちの奥さんも子供怒る時は関東語です。ああ、まあ、ですよね。一緒でしょ。なるほどね。でもこうやって一緒に YouTube したり、はい、仲良くされている感じなんですけど、もう一個飲食以外に韓国チャンネル、うん、韓国ドラマでしたっけ。韓国ドラマは一緒に見られるんですか。あ、大体私が見て、うん、あ、これ面白いから見てって言ったら、それをブログとかで発信する。はい、それいいですね。失敗したくないですもんね。ああ、失敗したくないし、やっぱりこう同じねものを見るっていうのが、まあ、話題も増えるし、うん、いいですね。かなりこれはねおすすめかなっていう。私ですね、テレビ家になかったり見ないんですけど、やっぱ韓国ドラマとか人気になってるとちょっと見てみようかなって思うんですよね。で、イテオンクラス、おー、すごいすごい、めちゃくちゃ面白くてというか、いやすごいなと。そのエンタメはもう韓国だって聞いてはいたけど、いやもう次元違うんだと思って。まあ確かに、でも日本っていう風に我々こう勘違いしてきたので、うん、え、韓国もうそんなすごいなと思って。確かに確かに。日本もすごいですよ。すごいですか。やっぱ没落具合を感じません。いや、ま、韓国人が得意なところと日本人の得意なところが全然違うので、お互いにこう協力したり学び合えたら本当にいいなと思います。はい、まあ、どうしてもなんかこう日韓とか、うんうん、まあ、中国ともそうだし、やっぱりね仲良くすればいいのに、なんかそこがありますもんね。それ、まあ、マスコミというか、うん、こうそうしたら視聴率上がるし、そうか、そうしたら何かこう利益を得られる人がいるんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかどんどんこうコロナも相まってこう内向きになってるのは日本に限らず、うん、どこの国もそうなってるけど、
私たちというのか、まあ、その海外大好きなものからすると、うん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 、もっとグローバルにするようなことも発信もしていきたいなと思うんですよね。ぜひ奥様とですよね、うん、大事大事。奥様とはちょっと時間かかりそうなんですけどぜひね今日お呼びした一つの理由は、まあ、飲食なのか韓国ドラマなのか、私たち実は同じ名前です、うん、安博。本当ですか？知らなかったです。だから安博さん安博さんって言うとなんか、ね、ドキドキっとしてます、ね、そう、私も安博って言って、ダブル安博でなんかできるところないですかねっていうカメラ回しながら打診もしたいなと思って。いやでも同じ安色で同じ国際結婚同士って面白すぎるので、面白すぎますよね。だ本当はここに、ね、奥さんいると、奥さんが来て、ね、映らなくてもいいから、うん、言葉だけでもいいから参加でもいいんじゃないかなっていう。なるほど、ね、映らなくて、多分映るのが嫌だと思うんですよね、まずね。うん、なのかな。うん、だからまあ言葉だけ、座ってはいるけど映らなくて言葉だけ、うんうん、でなんかこうね、国際結婚あるあるとかでも面白いかもしれない。なるほどね。鹿児島って結構国際結婚の方あんまり多くないね、珍しいんですよね。そうそう、だからこそこれはねちょっと、うん、面白い。鹿児島に住む国際結婚で、鹿児島だからこそのあるある、うん、ね、外から見たここが変だよ鹿児島。そう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 、っていうのもね、ちょっと面白いのかなとか、せっかくなんでね。ぜひダブル上安博としていいですね。いやでもなんかコラボしたいなと、ずっとこう住宅建設業の時にお世話になってて、もうずっと疎遠になってて、なんかこう YouTuber としてまた一緒になんかできたら嬉しいなと思ってですね。ああ、でもそういうのはね全然。逆に、うん、よろしいですか？面白いんじゃないですか。面白いというか珍しい、うん、ない、珍しい、かなりないですね。ですね、うん、ね、国際機、まあ、いらっしゃるのかもしれないんですけど、うん、表に出てこないんじゃないかな、うん、そういうのを表に出させるのもいいかもですね、ゲスト呼んで、うん、国際結婚の人、あ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいいじゃないですか、その新婚さんいらっしゃいみたいな感じ。あ、めっちゃいいですね。あ、それ面白い。あ、それすごいかもしれない。あ、本当ですか。だって一つの、まあ、道しるべというか、うん、鹿児島で国際結婚でこう暮らせるっていうのはですよね。新しい観点、切り口、いいかもですね。でだって実際住んでる人が、ね、鹿児島でのリアルの生活の話、例えば多分教育が一番ポイントかなと思ってて、うん、まあ、言葉の問題、ね、でその国ごとの子供に対する教育の仕方、うん、で鹿児島ならではのものもあったりした時に、そこでどう折り合いをつけていくのかっていうのは、うんうん、これ一番国際結婚のハードル高いところじゃないかなって。教育めちゃくちゃ聞きたいんですけど、その教育とかって、はい、なんか意見を対立したりとか、うん、ありません？最初は、うん、長男が生まれた時に、うん、私はまあ韓国ではもう小さい時から子供をもうちゃんといろんな英才教育みたいなのをさせないといけないって自分思い込んでて、うん、すごいいろんなの取り組んで自分で調べてやってたんですよ。そしたらなんか子供がだんだんそれを嫌がるようになったんですよ。いや、これは私の努力の足りなさだと思って、もっと頑張らないとなるほど、悪循環、悪循環をしてて、ある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 。でその時に、まあ、主人が、あなたはその子供とどういう環境をこれから築きたいのって言って、で今の状況だったらそれが叶えると思うという質問をされた時にちょっとこう涙が出て、はっと思って、いや私は子供をこう幸せになってほしくてやってたことが、うん、なんか逆にすごい関係性悪くなって、どんどんもしこのままだったら完全になんか離れてしまうかもしれないと思って、うん、そこからもう決断をして、お、決断というのは英才教育ではなくて、教育という、まあ、私の英語でやってたそういう教育は一切やめる、英語でなんかいろんなこう一生懸命やってたことは、うん、まあ、一旦全部やめる、リセットして子供と話をして子供がやりたいことだけをさせるというふうに変えたんですよ、うん、そしたら、まあ、なんかこうどん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 子供もなんか
距離が近くなって、うん、今になってはもう家で毎日ご飯を作る、中1男性なんで男の子、はい、いい、びっくりです、びっくりです、びっくり、超びっくり。で将来の夢はコックさんだとか、そこまではないけど、なんか農業もしたいし、いいね、ご飯も作りたいし、何になりますかね。なるほど。が長男さんで、はい、何人兄弟ですか。今3人兄弟で、3人兄弟、次男はそれこそもう自由な人で、うん、まあ、自由にさせてます。でそしたらあの学校でなんか芸能人が好きなんですよ、うん、その特に K-POP アイドルが、うん、BTS だ、いや、あ、違うの、男の子なのに TWICE が好きなんですよ、は、女の子が。そしたらなんか JYP の真似をして、うん、学校でオーディションを開けて、へー、すごい。はい、なんか友達にオーディションに応募してって言って自分がそのプロデューサーとして、こういうところちょっと足りないからここ頑張ってみてみたいな感じで、でチームを組んでもう踊ったり。大事、すごく大事な、ね、素養を磨かれてますね。いつの間にか、いつの間にか自由に。将来を有望ですね。有望というか自由だなと、ね、自由、はい、大事大事。なるほど、そこでまあガラッと変わったわけですね、はい、面白い。あの言葉はどうですか、家庭での。子供はバイリンガル、いや、それが全くバイリンガル、うん、できなくて、一番最初の子の時にもう頑張って韓国語で教えたら、うん、長男が幼稚園に行ってなんか自分だけ言葉が違うみたいのに気づいて、うん、先生の言葉もわからないし友達ともコミュニケーションが取れないということで、家に帰ってちょっと泣きながら、お母さん僕韓国語嫌だって言ったんですよ。でちょっとショックだったんですけど、うん、まあでもこれから日本に住むわけだし、韓国語習いたいんだったらいつでも習える環境ではあるので、じゃいいよ、韓国語使わなくていいよって言ったら、うん、まあ、そこからはもう日本語になったんですけど、うん、まあ、でも便利です。家で私たち韓国語なので内緒話ができるんですよ。ああ、そういうことね。はい、なるほどね。うちもそうなんですよね。うちもやったと、奥さん香港だったら英語もペラペラなんです。で広東語、うん、まあ、奥さん自体はそういう北京語だとか、うん、まあ、いろんなのも話せるし、だから子供すごい言葉喋れるんじゃないかなと思いきや、やっぱり日本語なんですよね。間違いない。なかなか国際結婚だからバイリンガルになるってこうイコールじゃないですよね。ハードル高いです。ハードル高いですよね。難しい。最近なんかこう英語のアニメ見るのにハマってくれて、ちょっとずつこうなんか聞き取りができたりとか、あ、やっと、結局親からじゃないんだみたいなところなんですよ。もう本当に。なので次男はその韓国アイドルが好きになってから韓国語を自らこう私にこうこれを翻訳してとかって言って、初めてお母さんが役に立ったというセリフと一緒に。面白い。もうこれだけでちゃんと番組になりますね。本当に国際結婚あるあるというか、いいところを紹介して、うん、で悩みとかそういったのをこう共有し合う、うん、そのイン鹿児島ってのがまた、イン鹿児島はいいですね。これがすごいな、うん、なるほど、うん、ぜひそんな感じで、あのコラボをどうぞどうぞお願いしたいなと、はい、思います。よろしいでしょうか。いや、全然。あ、嬉しい。やったー。これは私の今日の目的が達成しました。まさか国際結婚の方に行くとはね。そう、国際結婚の方に行くとはね。あ、でもこれはこれで、いや、ありかな。ありかもですね。いや、もう、もう本当に誰でもできない。ですね。できない。我々しかできない。できない。わからない。すごいな。これね、面白いコンテンツになりそうですね。いや、どうしようもないですよ。すげー。はい、ぜひ、まあ、天狗ちゃんチャンネルのことでも、スマイズのことでも、何かこう、宣伝したいこととか。宣伝したいこと、うん、あれば。宣伝したいこと、そうですね、まあ、じゃあ天狗チャンネルの、URL とか、はい、チャンネル登録が入ってますので。あ、本当ですか。入れますので。あ、はい、ありがとうございます。もうそれだけで十分ですね。本当ですか。いや、だってね、あ、まあ、あとはあれですね、霧島に結構紅葉の季節これからなっていって、うん、まあ、ランチに行かれる方もやっぱインスタとかやってると、うん、知らない人からね、いきなりこう DM とかで、うん、ランチどこがいいですかってすごく聞かれるので、うん、聞かれるし、あのやっぱ
鹿児島市から来られる方も多くて、うん、皆さん共通しているのは、うん、せっかく行くんだったら失敗したくないっていうね。失敗したくない、このね、これ要望難しいですけどね、うん、なのでそういう方のためにもまた天狗チャレンジとか見ていただくと、うん、参考になるかなと思いますけどね。だからやっぱり皆さんそういうの情報に飢えてるのかなっていう、会ったこともない人にね、いきなりランチいついつ行くから店4個5個くらい開けてくださいとかそうですね、1回しか行けなかったり時間だからもう失敗、韓国ドラマとしてしたくないですね。そうしたくない、したくない、美味しいとこ取りしたいと、うん、こういうニーズはね分からないではない。だから結局ファミレスに行ったりとかするパターンが多いみたいで、失敗したくなさすぎて、まあそれはそれでいいんですけど、もったいない、うん、せっかく来るんだったら、うん、もう大体もう用意してあるんで、じゃあまずは、天狗チャンネルをチェックしてから、ね、霧島の旅を満喫してほしい。いや、そうするとだいぶ違うんじゃないかと。だいぶ違いますよね。だいぶ違うと思います。いや本当にね、知らないお店、美味しそうなお店いっぱい紹介されてますよね。もう趣味生きがいですね。生きがい、完全に生きがいです。 YouTube はもう生きがいですね。 YouTuber で収入が入ったらそっちで生きていこうとか、そういう野望はない。ああ、それは多分無理だと思ってます。まあそうですね。無理っていうか、やっぱり超ローカルなんで、鹿児島でもないし、霧島とか限られたエリアなので、だって全人口足しても多分20万人ぐらいですよ。そうですね。20万人全員登録とか難しいので、まあまあ、まずはやっぱりお役に立ってですね、飲食店広めたいって霧島の間のみたいな、そこの思いが強すぎるだけなので。なんか万人登録いかないと、こうなんか YouTuber として弱小だみたいなのって、うん、あれ化け物ですよね。何万人登録っていうのは。でも自分でも底辺 YouTuber と思ってるので、はい、全然いいです、うんうん、でもまあ登録してる方はほとんど多分地元の方ばっかりっぽいので、うん、まあ、それでいいかなみたいな。そうですね、もう全然全然十分です。かしこまりました。では、まあ、そういうニッチなところを攻めて、コラボチャンネルを出していただくということで、はい、はい、本日のゲストはスマイズ株式会社スマイズ代表の有村康弘さんと奥様のヒョンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私8歳と6歳の子なんですよ、うんうんうん、男の子女の子は男女です。男女の子、うん、もう2人かなっていうことで、うん、もう次は考えてないです、うんうん。で今のところそういうなんか自分がハーフだとか、うん、そういった認識はあんまりないかな。ない、まあ、見た目が日本人だから、うんうん、分からない、はい、うん、だけど出てきます今から、うん、まあ、高学年になると、うん、あ、うちのお母さんは韓国人だとか、うん、でまた社会の勉強とかで歴史のことを触れると、うん、これだからこれ、こういうこと、そういうこと。そうか、あ、でも特に韓国はそこがあって、そうか、なんかそうか、こうイメージの中でお母さんの国だったし、別に本当に悪いイメージなかったのに、なんか歴史学んだら、あれってなんでこんなひどいことをひどいことをするのとか、いや逆にしたのよとか言えないしとか、うん、なので、なるほどね、そこでなんかすごいこう複雑な気持ちになるみたいで。あ、そうか。だって中国、香港、まあ、香港は出てこないけど、まあね、何かしらありますもんね。そう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 、だからそれをどう子供に説明するか、社会科の授業、そう、親の国際結婚の親のスタンスが問われるっていう。なるほど ね、 ね、だから僕らやっぱり子供たちには何人何人とかじゃなくて世界人だよねっていう、うん、これこれ、うん、だけどさっき今後いいのかな、今後鹿児島で住んでいくし日本で住んでいくしって言ったかな、はい、っていうことですけど、今後はやっぱそういった感じですか。うちで言うとやっぱり中学校ぐらいはなんか留学とか、あ、いや中学校は早いかもしれないけど、高校とか、まあ、やっぱりずっと日本じゃないよねと、まあ、それ日本の教育はっていう、うん、それは思ってます、うん、本当にできればまた
海外とか、まあ、韓国でもいいし、うん、どこでもいいんですけど出て視野を広げてほしいんですけど、でもそれも結局本人が望むか望まないかに関わってくるなと思って、うん、はい、なるほどね、まあ、でも本当にその子の捉え方によって全然違って、うん、長男はそれで結構悩んだみたいでショックを受けて、うんうん、なんか思ってたのと違うみたいな歴史の話をこう学んだ時にお母さんにどう接すればいいか分からなくなったみたいな感じ。そう、なるほどね。あ、それ大きいんだ。大きかったみたいで。そうか、歴史の勉強か。だった時に、まあ、私が言ったのは、まあ、過去にそういうことがあって、うん、お互いに揉め事があったとしてても、うん、まあ、それ兄弟喧嘩と一緒だよねって、うんうんうん、お互いに意見が違ってお互いに正しいと思ってるところが違う、うん、ただ、まあ、お父さんお母さん見た時に あなたはどう思う、お父さんお母さんがそういうことで喧嘩してると思う、そこですごいお互いに嫌だとか憎いとかなんでそんなことしたのってこう言い合ったら、あなたはどう感じるって言ったら嫌だっていうの でそうだよねって言って、そこはもう格好は置いといて、うん、じゃあこれから私たちはどうすればいいの、うん、どう考えていけばいいのと思った時にお互いにこう理解して違いを認めてそれから仲良くしていけばいいんじゃないのって、せっかくあなたたちはどっちの地も受けてるからというふうに説明したら、そうだよねってちょっと理解してくれて、その韓国のおばあちゃんだとか、はい、なんかそういった韓国に帰ってとかは、はいはい、まあ、コロナだからあんまりできないんですか。今はで、まあ、最近はできないんですけど、うん、コロナになる前は連れて帰ったりして、うん、なんかあ韓国ってこんな感じだとか、うん、こう新鮮にこう感じるところもあったり、うん、あ、焼肉美味しいなっていういいところもこう見つけたり、うん、なるほどね、はい、まあ、そこはやっぱり歴史は難しいとこですね、はい、でもそこでやっぱりこう K-POP だとか、うん、文化的なところでなんかうまい具合にバランス取ってほしいですけどね、うん、なので次男はもう本当に K-POP 好きで、うんうん、もうお母さんが韓国人でよかったというスタンスなんですよ、うんうんうん、だからそういう子供の捉え方によって全然違うなと思って、ね、でもなんか変わらないのはもう喧嘩する必要はないと思うので、うん、国が違うからって何みたいな、ね、はい、ちょっとまあテーマが大きすぎることになっちゃうけど、はいはい、そこってやっぱりなんかねしたいですよね、うん、だからそういう意味ではねネタは結構あるんだろうなっていうのが、そうそう、うん、この YouTube やってる私の理由としてもなんかちょっとしたことをこう責めるというか、うん、っていうのがもうメディアでもいっぱいになっちゃってて、うんうん、それって嫌だなと思って、うんうん、私政治チャンネルっていうか政治家を招いてっていうのもやってるんですけど、うん、意見が違ってもそれはその人はそういう意見だからっていうのをしないと、もうそこをね責めるとか上げ足取るとかキリがないですね。そうなんですよね。だそういうのじゃないずっとのほぼノーカットの、うん、もう全部その人の考えを発信できるっていう、ね、なんかできたらいいなと思ってですね。そうですね、うん、まあ、結局子供たちにこういくら言葉で説明してもこう分からないと思うんですよね。なのでもう私たちがあえてこうやって好きだよとかそれをあえて家で言うのは、うん、もう子供たちにこう肌で感じてほしい、だそういう目的もあります。もちろん夫婦関係が良くなるという面もあるんですけど、なんか子供たちにとってはあそういう国とか関係ないし、お父さんお母さんは一人の人間としてお互いに愛し合ってその愛の中であなたたちは生まれたからというのを、まあ、言葉じゃなくて行動で見せてあげたいなというのが、うん、なるほどですね。あります、はい、うん、勉強になります。いい本当にもうそれはね、多分もう少し時間経てばおのずと多分なんか肌で感じるはず。本当、うん、私ももうちょっとってなりました、ね、それで、うん、言われた時にちょっと悲しいし、うん、なんか違うんだよっていうのも言いたいし、自分が学んだそういう歴史観も違うので、うん、いや違うよって喧嘩したい息子だけどもなんか反論したくなったんですけど、いやこれはお互い喧嘩すること
でも何でもないっていう、ま、た自分たちのことでもない、まあ、格好のことっていうふうに自分は思って、うん、それじゃなくて今自分たちを見てみたいなのずっと。そうなんだ、うん、まあ、これはね、まあ、酒で通れないでね、酒で通れない、通れない、だからこそそのさ避けられない、避けられなかった時の時にどう向き合うかというところはね、そうだ、歴史教科書問題っていう、あ、歴史もある、歴史もあるし、あと学校から友達がなんかこうあなたのお母さんの国違うということでこうちょっと聞いたり、何どんなにでもそうなんですね、まあ、やっぱり鹿児島とかね珍しいか、昔はですねもう外国人珍しかったから、うん、普通に街で外国人だって指さしてました、確かに、うん、そこはないんですけど、どこかで あそこのお母さんどこの出身だという話もあるし、その時に、ま、子供たちがこう珍しい目で見るんですよね、うん、それを子供がなんかすごい、あ、そうだようちのお母さんそうだよって自慢して言えるか、あのちょっと恥ずかしいって子供が思ってしまうか、なんでお母さんだけ違うんだろうとかそう受け取るか、本当にその子供次第なので、うん、そういうふうなことを考えると、さっき天狗チャンネルで、はい、一緒にやって、はい、後で子供たちにこう見せられるものができるしってね、はいはい、大事ですね、大事、そういうとこもあります、そういう裏目的もあります、面白い面白い、ね、国際結婚で結構多分